ただですねその国葬というのはですね、まあ、もう盛大ですからでその吉田茂さんの時どうだったのかというんですけどそれもね相当揉めたんですよ相当揉めたんですあの当時の記事とか調べますとあのー、も,うもう反論も多々ありました一緒なんですよ何でかというとその時もかなりうらむやだったからですよね 実はですね、その、まあ、後ほど詳しく説明しますけども、その、どうして吉田茂さんが国葬なのかっていう説明がですね、あまりないままにですね、実は死後ですね、まあ、数日間、まあ10、10、日から11日ぐらいですかね、えー、もうそれぐらいの時にですね、もうすぐ国葬した。今回は9月27日ということで、まあ、1ヶ月2ヶ月余裕を持ってるわけですよね、準備期間を。 ですが、前回の吉田茂さんの時は、国葬しますって発表してから、もう本当に2週間以内にですね、もう国葬してるという状況なので、もう国民も相当ですね、あの、反論とか、慌てふためいたりとか、もうする間もなく、国葬が始まったという感じだったんですね。はい。